リビアのゲラルト、マスターウィッチャー。言った通りだ。お前が来てから新たな問題が起こり始めた。どけ、公爵に話がある。やっと来たのね。待っていましたよ。ミルトンの殺人犯は捕らえましたか？事態は思ったよりも深刻です。例の怪物は殺すことができませんでした。怪物退治に行かせたのに手ぶらで戻ったと。とてもがっかりしました。それほど単純ではありません。あの怪物は強力な吸血鬼です。それが問題か。ウィッチャーには荷が重いと。吸血鬼の殺し方は誰でも知っている。おびき出して日光に当たらせる。それかたくさんのニンニクで身を守り、心臓に杭を打ち込む。吸血鬼にニンニクは効かない。日光や杭でも傷つかない。その手法はただのでっち上げで、成功するのは伝説や偶話の中だけだ。黒梅もどきは？子供の頃、黒梅もどきが吸血鬼を追い払うとアデマルタおばあ様がいつも言っていました。食い止めるには銀の剣が一番です。ですがそれで仕事は終わりません。真に吸血鬼の命を絶てるのは上級吸血鬼だけだからです。言い訳か。閣下、私が討伐隊をまとめ、この件を直ちに終わらせます。ウィッチャーには怪物の居場所だけ教えてもらえれば十分です。好きにしろ。そうして部下を死に追いやるがいい。ウィッチャー一人なら死を免れまい。だがこちらは40人、ひとひねりにしてやるさ。40人でも50人でも100人でも関係ない。奴が相手なら同じことだ。我が隊の戦いぶりを見ていないだろう。霧と戦えるか。風より素早い相手を攻撃できるか。なんと、どんな生き物がそんなことを。それこそが我々の敵なのです。いわゆる上級吸血鬼ですが、各個体にいわば個性があるのです。巨大コウモリに姿を変える者もいれば、動物を刺激できる者もいます。それでも皆知性のない怪物だ。大間違いだ。下級吸血鬼、例えばアルプ、エキムマーラ、カタカンならそうだろう。奴らは本能に支配され、血の匂いがすれば見境なく襲う。だが上級吸血鬼は違う。思考し、論理を用いる。論理で動く怪物か。面白い主張だ。ならばどうするつもりだ？敵はただの怪物じゃない。この数世紀もの間、世界を渡り歩いた強力な存在だ。まさかそれほど強力ならば、なぜ人間を皆殺しにしたり奴隷にしたりしない。普段は我々の問題に首を突っ込まない。どんな形であれ人類には興味がないからだ。いつか我らに全滅させられることは恐れないのか。そう尋ねたら笑い転げるだろう。彼らは自分の力を十分承知している。では何ができる。計画はあるのか。話をしてみる。それが一番いい。よまいごとを。怪物退治のためにウィッチャーを呼んだが、こいつはただのおしゃべり好きと見える。冗談ではない。奴は恋人をさらわれ、脅迫を受けている。脅迫？どうすれば吸血鬼が脅迫されるのか説明してちょうだい。上級吸血鬼は我々に似ています。本能ではなく感情に突き動かされる。極めて知性が高いだけでなく、情緒的に豊かで、さまざまなことを感じられます。愛ですらも。奴は人間の女性に恋をしました。彼女を危害から守るためなら何でもするでしょう。まさかとは思うけれど、ミルトンを殺した者を見逃そうつもり？または次の殺人を待つと？大至急この敵を無力化しなくてはならないのよ。これ以上の攻撃を防ぐこと、それが最重要の目標です。吸血鬼は問題の一部です。真の問題は女性を誘拐し、吸血鬼を操っている誘拐犯でしょう。それであなたの案は？誘拐犯を見つけて吸血鬼の恋人を解放します。動機をなくすのです。あなたの仕事は彼を殺すこと、救うことではないわ。大切なのはこれ以上犠牲者を出さないこと。女性が保護されれば奴の攻撃もやむでしょう。確かに感情的でした、ウィッチャー。その通りかもしれません。誘拐犯に関する情報は？手がかりは何枚かの紙切れのみです。誘拐犯はそれに吸血鬼の犠牲者の名を書いています。その一枚にはワインのようなシミがありますが、その程度です。何も分かっていないようですね。宮殿に仕えるソムリエを呼びなさい。早く。トゥサンではワインは神聖なもの。よってワインのシミなど存在しない。それはエストエストやアーベルチェやフィオラノによるシミ。閣下、お呼びでしょうか。ウィッチャー、紙を見せなさい。ベノはこれがどのワインのシミかわかるかしら。そうですね。サンルトゥール川の西岸のものなのは間違いないとして、ボークレール菓子の樽で熟成され、色は深い赤紫、透明度が高いもの。わかりました。サングリール、1269年ものでしょう。それはありえないわ。そのワインはカステルラベロで作られる、公爵家の食卓専用に特別に。サングリールが盗まれたのかしら。ブドウ園に行って事実関係を確かめないと。サングリール、初めて聞きます。もちろんそうでしょう。先ほど言ったように公爵家にしか出されることがないワインなのですから。にもかかわらずあの紙切れにそのシミがついていた。ソムリエが間違っていなければですが。ベノワは決して間違えません。彼がサングリールだと言えばサングリールです。直ちにカステルラベロへ行き、何があったか確かめなくては。お待ちを。まさか一緒に来られるおつもりですか。公爵領が深刻な危機にあるこの時に、私たちが何もせず宮廷でふんぞり返っているとでも。閣下、そのご提案はあまりに危険です。ウィッチャーに行かせるべきかと。嬉しいわ、あなたたちようやく意見が一致したのね。でもこれは決定事項です。行きましょう。ダミエン、ゲラルト、あなたたちが護衛なら安心です。身分を隠して旅をします。宮廷に噂話の種を与えたくはありませんから。この任務の期間中は宮廷作法に従う義務を免除します。つまり今から私はアンナ・ヘンリエッタであり、閣下ではありません。はい、閣下。ウィッチャー、準備は？ああ、行こう。よろしい。少し時間をください。もっと身分を隠せる服装に着替えなくては。それから出発します。吸血鬼だが、その類に立ち向かった記憶はある。無事殺せたのですか？誰も殺していなかったので、戦うつもりはありませんでした。そういう吸血鬼を倒した者がいると聞いたことは？倒した者の話は聞いたことがありますが、最終的に殺せてはいません。吸血鬼を殺せるのは別の吸血鬼だけです。ください、閣下。我々には無理だ。だろう。すまん。もし来てくれなかったらおしまいだった。私たちが通りかかってこんな命の恩人よ。ブドウ園について教えてください。カステルラベルとトゥサン全土で一番のブドウ園です。ワイン業界の重鎮が経営しています。ファブリシオよ。信用できますか？長年今の職についています。今まで一度も問題はなかったのですね。考えを聞かせてゲラルト。どんな経緯でサングリールのシミが髪についたのかしら。ブドウ園の誰かが吸血鬼を脅迫しているの？使用人か執事の仕業か。ワインがブドウ園から盗まれたのかもしれません。着いたらわかるでしょ。もう遠くないわ。もっとゆっくり。デラトゥール隊長、まさか宮殿からお客様がお見えになるとは。ボークレールのご様子は？例の怪物の噂は当然聞いているだろう。てんてこまいだ。俗に宮殿の庭を襲撃されてからはなお一層な。高潔なる公爵閣下はご無事なのでしょうな。優しいのね、マスターファブリシオ。元気ですよ。閣下、事前にご連絡いただければすぐにサロンを準備させます。無用です。見ての通り、これは公の訪問ではありません。なるほど。ではなぜカステルラベロに足をお運びに？あんたに会いに来た。質問がある。この国では質問をする前に自己紹介することが礼儀とみなされるのだがな。リビアのゲラルト、ウィッチャーよ。私が個人的にトゥサンに招待しました。それはつまり最大の敬意を持って接しなさいと言っているのです。かしこまりました閣下。聞きましたかウィッチャー。ファブリシオはどんな質問にも喜んで答えます。サングリールについて聞きたい。どうぞ何なりと。サングリールを持ち出せるブドウ園の使用人は何人いる？私だけでしょうな。一人でワインを作るわけじゃないだろう。他に大勢が働いているはずだ。ワインの生産過程をご存じないようだ。ブドウは長い道のりを経てサングリールになるのです。使用人が手伝うのは発酵の段階まで。漬け込みは私自身が管理し、他の誰も大桶に近寄らせません。使用人は樽詰めの時にもう一度手伝いますが、熟成樽は私自身が密閉します。一つ残らず。そして貯蔵室で寝かされ、味に特徴が生まれます。この過程が完了するとサングリールになるのです。それに貯蔵室の鍵を持っているのは私だけです。宮殿に樽を運ぶのは誰だ？この地の衛兵隊です。長年仕えてきた者たちで、ワインのためなら首をも差し出す心構えです。質問しても拉致が開かないようね。時間の無駄よ。閣下、これはどういうことです？マスター・ファブリシオ、誰かがサングリールを持ち出しました。持ち出すべきでない誰かが。それは次のどちらかを意味します。あなたが私たちを前にして嘘をついているか、目と鼻の先でワインを盗まれて気づきもしない無能であるか、いずれにせよ責任は取らせます。ですが。お黙り。よく聞きなさい。私が直接樽を調べますから、その間じっくりと考えなさい。戻った時に答えてもらいますからね。それでサングリールはどこに保管しているの？大貯蔵室です。すぐそこのお見せします。自分で探します。貯蔵室の鍵を渡してここで待ちなさい。わかりました閣下。ここに来てウィッチャー。